各社配っておりますので、はい、皆さんよろしいでしょうか。はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。それでは支院長の定例記者会見を始めます。じゃあよろしくお願いします。定例会見を行います。まず代表質問でありますけれども、総理の答弁はですね、危機的な現実に対する認識が全くないと、現実が全く見えてないと、掴んでもいないということが非常に明瞭なになった答弁だったと思います。例えばですね、検査の問題を私提起いたしました。でそれに対して、無症状者を把握するための大規模地域集中型の検査をすでにやってるかのような答弁でありましたが、そんな検査どこでもやられてません。それから社会的検査についても自治体が躊躇なくできるようにしているという答弁でしたけれども、半分が自治体負担であるためになかなか二の足踏んでしまって進まないという実態があるわけですよ。これは全く見えてない。もう検査はあたかも進んでね、必要な検査がやられているかのような答弁ですが、現実そうなってないわけですよ。そうなってないからどんどん感染が広がる、あるいは医療機関や、高齢者施設で集団感染がどんどん広がる、こういったことが起こっているわけですね。こういう現実に対して、いや、やってるんですということでは、これは本当に無責任だということになります。それから医療機関への減収補填について私提起いたしました。これに対しても 3.2 兆円お金出してるんだという話だったんですけども、私ども政府の方に問い合わせて確認している数字ですが、 3.2 兆円のうちですね、医療機関に届いているお金というのは8900億円でしかない。届いてないわけですよ。届いてないから、ボーナスが出ない、あるいは離職が起こる、こういう事実があるわけですね。ですから経営面でも医療崩壊が始まっている、これは現実なのに、この現実を見ようとしない、これでは危機は打開できません。それから保健所の問題も体制強化提起いたしました。これに対しても体制の強化するんだという数をおっしゃいましたけれども、今後2年間で900名の増員と、保健師さんについて2年間かけて900名というのはね、これは本当にやる前に等しいですよ。現在保健師さんの数ってのは7200名です。で900人って言ったら1つの保健所に2人程度の増員です。それは今後2年間かけてやる、これで間に合うんですかと、今足らないわけですよ。ところが保健所についてもやるんだやるんだという中身はこうなわけですね。それから補償の問題、私これ政府の、やり方では当然足らないと、一事業所飲食店で最大1日6万円、これでは全く足らないと、事業の規模に応じて事業が続けられる保障が必要だと提起したんですけれども、これに対する答弁は驚くべきもんで、それに答えないで事業者の規模にかかわらず、雇用を維持していただけるよう雇用調整助成金の、特例や公庫等による資金繰り支援を行ってますと。雇用調整助成金の話聞いてんじゃないんですね。飲食店に対する時短要請やってるわけでしょ。それに対する補償がね、6万円じゃ足らないよと、規模に応じてという提起したにもかかわらず、全くとんちんかんなね、雇調金の問題で、言ってくるというのは、全くこれは本当に無責任な答弁だと思って聞きました。ですから私、緊急提案として、検査の拡充、医療に対する支援、そして、補償の十分やること、3点言ったわけですけれども、どれも、答弁はですね、今の危機的な現実が見えてない、掴もうともしない、そういう内容だったと思います。これではね、感染を抑止する、収束させる、到底できないということを強く指摘しなければなりません。それからオリンピックの問題については、お聞きいただいたように、我が党としてはですね、今年夏の
オリンピック開催については、重大な問題点が3つあると具体的に提起いたしました。1つはワクチンが間に合わないということ、2つ目はフェアな大会が保障されないということ、3つ目は医療従事者を集中させることは矛盾があると、これ具体的に提起したわけでありますけれども、総理の答えはどの問題についてもまともに正面から答えない、ワクチンについてはワクチンを前提としていませんということで、もう事実上このワクチンに頼って大会を行うということはもうできないということは認めましたけれども、しかし全体としてですね、このオリンピックの問題も私たちはもう具体的にワクチンと、それから格差という問題、そして、医療体制という問題、3つの点で難しいと、で我が党としては注視をして、すべての力をコロナ収束に集中させるべきだと、こういう提起をしたわけでありますけれども、ともかくコロナ収束に全力を挙げますという、まさにこれまでの線をですね、全く思考停止で走るという答弁だったと思います。大変残念です。やはりこのオリンピックの問題、パラリンピックの問題はですね、現時点できちんとした検証をですね、再検討をやらないと、やはりコロナ対応についても全てにこう歪みを作っていくことになると思います。去年がそうでした。開催の延期がですね、ずるずると決まらなくて、そのことによってコロナ対応も全部後手後手に回ったわけですよね。それを繰り返すことになる。ですから今の時点で、きちんとした再検討が必要だということを強く我が党としては引き続き求めていきたいと思います。私の方から以上です。あとバイデン氏の、就任にあたっては、お配りした談話を、発出しましたので、その通りであります。ご質問がありましたらお答えいたします。はい、私の話、はい、オリンピックの関係なんですが、今回の開催は中止ということですが、それは完全にもうやらないっていう選択なのか、それとも、またもう一回延期するって選択もあり得るという、そういう考えですか。我が党としては、今年の夏の五輪は中止するべきだということを述べております。ですから今年の夏に限って言っております。ですからその後どうするのかというのは、いろんな議論があり得ると思います。そこまではですね、私たちそれ以上のことは言っておりません。少なくとも今年の夏は中止すべきだというのが私たちの考えです。あともう一点、略定なんですが、特措法の改正についてなんですが、はい、政府案にはですね、予防的措置、言葉が変わってまん延防止等重点措置というですね、宣言を出していない地域に対しても、過料についての罰則などが盛り込まれる案になっています、はい、このまん延防止措置という考え方、やり方についてはどうお考えですか。やっぱり罰則ということについてもですね、歯止めがなくなっているなと、そういう、 こう予防的なね、措置としてどんどんやれるということになりますと、本当どこまでも広がっていくというものになっているなというふうに思いますね。で、特に特措法との関係での罰則ということについて言いますと、6万円ではね、到底足らないわけですよ。少なくとも規模の若干大きなお店では足らない。そういうところにですね、商売続けたら罰則だと、じゃあ潰れろっていうのかということになるわけですね。で、私今日提起したように6万円じゃ足らないと、規模に応じてきちんとした保障をやるべきだと言ったわけですよね。それに対しては答えはないじゃないですか。つまりこれ以上保障をやらないと言っときながら罰則の方は決めるということになりますとね、これはね、そういうお店に待ってるのは潰れるか、それとも罰則受けるか、この二者択一になるわけですよ。こんなやり方をしてね、本当に私は感染症対策にも逆行すると思います。そして罰則っていうのはね、これね、3つ種類があるわけですよ。特措法による、飲食店等に対する罰則、それから感染症法改正による、患者に対する罰則、そして感染症法の見直しによる、医療機関に対する制裁措置、3つの罰則制裁措置が
今政府はやろうとしているわけですけれども、考え方はね、どれもですね、簡単に言えば社会的制裁の対象にする、社会全体でこのけしからん人たちを叩いてくれと、バッシングしてくれということになりますよ。そうしますとね、これは社会の分断ということになる、相互監視ということになる、そして差別や偏見を生みます。ですからこれはやっぱり私たちは絶対やっちゃならないと。特にですね、その中でもね、私今日代表質問で述べたように、患者に対する罰則ですね、懲役刑も含む罰則、これはですね、感染症法でもともとですね、患者の人権を、擁護するということが明文的に書いてあるわけです。なぜそれを書いたかといったら、ハンセン病をはじめとするさまざまな、人権蹂躙の、過去の過ち、この反省に立って書いたわけですよ。ですから日本医学会連合も絶対これは患者を罰するようなことはあっちゃいけないと、その反省の上に作られた感染症法をね、変えて患者を罰するようなことはあっちゃいけないと、過去のハンセン病あるいは結核あるいはエイズに対するさまざまな患者の人権侵害あるいは差別と偏見作り出したと、その反省の上に作られた感染症法に反するという問題もあります。それに対しては総理はまともなことではなかったけどもね、私はこの罰則を入れて罰則の威嚇で強制するというのは絶対に反対です。そういう立場で臨みます。その中でも特に今回政府案では宣言を出していない地域に対しても罰則を出すというね、まあ、二段構え。そうですね、だから今言ったように私は一つのところに罰則に一旦踏み込むとね、宣言出していないところもやりましょうと、歯止めが効かなくなっていくと思いますね。これはですから一旦そういうね、強制的な措置、罰則の脅しによってね、ことを進めようというところに踏み出しますとね、まあ、あらゆることを全部それでやっていくと。で、感染が抑止できなかったら不届き者が悪いんだと言ってその責任を転嫁するということになりますよ。ですからこれは私たちは良くないということで、今後の審議に臨みたいと思います。はい、どうぞ。菅総理の答弁について、参議院の代表質問の方ではですね、その時間も短くて、中身もなくて、非常に不誠実な答弁だというふうな声が上がっていました。C さんのに対するその答弁全体についてのその感想をいただきたいのと、あとは別件で河合案里氏がですね、今日有罪判決を受けました。それについての受け止めもお願いします。後者の問題について言いますと、これは自民党の本部、そしてその責任者だった、執行部の責任が非常に深く問われますね。1億5000万円お金が渡っていた、政党助成金中心にお金が渡っていた、それが買収に使われたということですから、これは自民党の本部党の責任が厳しく問われるということを言っておきたいと思います。それから今日の答弁態度でありますが、冒頭言ったようにですね、深刻な現実が全く見えていない、見ようとしないものであったということが全体の特徴だったと思うんですが、事実とも違うんですよ。一個一個全部事実と違う。例えば私がですね、無症状者の把握保護するための大規模な PCR 検査が必要じゃないかと言ったのに対して、それはもうすでにやってます。大規模地域集中型の検査はできる仕掛けになってて、もうすでに進んでるかのようなね、答弁でしょ。私聞きたいですよ、一体どこでやったんですかと。日本の一体どこでね、大規模地域集中型の検査やったんですかと。一箇所でもやってないじゃないですか。それをね、あたかもやってるかのように言う。それから医療機関と高齢者施設への社会的検査についてもですね、自治体が躊躇なく取り組めるようになってんだと言ったんだけど、躊躇なく取り組めないわけですよ。お金の心配があって、ただ現実に進んでないじゃないですか。もちろん世田谷区とか、いくつかの自治体で頑張ってやってるところありますよ。しかし全体の一部ですよ。圧倒的多数の自治体ではまだ社会的検査に踏み出せてないと。やっぱりそこは費用の問題大きいわけです。
この現実があるのに、いや、もうやってますという調子でしょ。さっき の、 あの医療機関もそうですよ。医療機関の減収補填がやられてないから、現場でね、ボーナスが出ない、あるいは離職者が出る、こういう実態だと。で、減収補填に踏み切るべきだと。いやいや、3.2 兆円出してますと。ところが届いてるのは8900億円しか届いてない。で、ちゃんとお金が出てんだったらね、なんでボーナスが出ないのかと。ちゃんとお金医療機関出してんだったら、どうして看護師さんの離職が起こるのかと。説明つかないじゃないですか。ですからね、一個一個全部嘘なんです、答弁自体が。事実と違うんです。ですからね、事実と違う答弁をね、この国民の命のかかってる問題でね、次から次へと、ともかく繰り出すということで、これ、議論にならないと。これは厳しく正していかなくちゃいけません。はい。フランス店の及川と申します、はい。ちょっと話題が変わるんですが、ベトナムの留学生実習生について伺いたいんですが、東京新聞が、上中下で連載していて、あと日刊現代が25回ほどベトナム留学生実習生の問題について、切り込んでいますが、まあ、要は、留学実習に日本に来るために100万200万の借金をしてくると。しかし来てみたら、あの多くの人たちと一緒に暮らす、そして労働も奴隷的なものだと、そういう実態があるようなんですが、共産党はベトナム共産党とも仲がよろしいですが、どのようにお考えですか。あのこれは非常に深刻な問題だと思って読みました。で、あのこう夢を膨らましてね、日本に来られた方が実態は奴隷的労働を余儀なくされていると。で、これは本当に外国人のそういう実習生、あの労働者の権利を擁護する取り組みが必要だというふうに思います。で、我が党とベトナム共産党との間では、私があのベトナムに訪問した折にですね、グエン・フーチョン書記長とこの問題あの話し合って、でそういうことが起こらないように協力していくという合意があります。ですからそういう合意に即して正していきたいと思っております。ありがとうございます。はい。河合安住氏の事についてまだ議員であるということについてどのように。これは議員辞職でしょうね、当然そう思います。議員の資格ないと思います。はい。はい。はい、はい、外務省の官房長官ではですね、改めてどう受け止めていらっしゃるかというですね、ここでもご指摘なさってますように、あの対日要求の高まりを懸念されていると、はい、国際協調、一方で国際協調が期待されているわけですけれども、日本政府がどのようにあの対日外交に向き合うべきかという視点でお聞かせ、はい、あのこのバイデン新大統領のいわゆる国際協調への復帰ということで言われます。で、私ね、簡単に言って良い国際協調と、そして悪い国際協調と両面あると思うんですよ。で、パリ協定への復帰、あるいは WHO の復帰、これは良い国際協調だと思うんですね。ですから私たちは、まあ、そういう方向をすでにバイデン氏が打ち出しております。この具体化をよく注視し注目もしていきたいと思っております。これは良い 方向だと思うんですね。ただね、一方でバイデン氏はアメリカを中心とする世界の軍事同盟網については再強化を掲げてるんですね。国際協調の名で軍事同盟をうんと強めていこうと。で、軍事同盟国に対して、軍事的財政的な負担増を求めていこうというのがあのもう一方あるんですね。私たちはこれに対しては強い警戒を持って臨まなければならないと思っております。談話でも示したように、あの沖縄の辺野古の基地の問題、あるいは、在日米軍に対する思いやり予算等々の問題、対日要求が強まる可能性があります。私たちとしては対等平等な、ね、日米関係にしていくという立場でしっかりとした対応が必要だと考えております。ざっくり言うとそういうことになります。あと国内的には談話の2つ目の項目で述べておりますように、あの米国社会での分断と対立ということが非常に深刻に現れていると思います。ただ私は大統領選を通じてですね、それを乗り越えようというアメリカ国民の中の運動もまた広がったと思うんですよ。
ですからそこはやはりその両方の力の中で、どうこの試練を乗り越えてね、アメリカ社会が今後発展していくかってことはよく注視していきたいなと見てます。はい、たびたび失礼しまして、C さんの質問が始まりましたツイッターで C さんというので、トレンド入りして、今もツイッターのトレンドトピックになっています。3つほど代表的な意見を引用すると、共産党まともすぎる、オリンピック無理だよねとか、C さんのことを聞いているともはや共産党は左とかじゃなくてど真ん中だなとか、病床の統廃合にも触れてくれた、2回目の給付についても言及してくれたと、こういう、まあ、称賛の声がありますが、 C さんとしてはどのようにお受け止めになりますでしょうか。ツイッターの反応はちょっと承知しておりませんでしたが、そういう反応があるとしたら大変嬉しいと思って聞きました。でやはり今日私が述べた質問の内容というのは特別の政治的立場じゃないと思うんですよ。やはりコロナの収束というのは誰しも願ってる。でその収束をやるためには誰が考えても当然のね、内容を今日は提案をしたということだと思いますので、ぜひこれがこの方向でことが進むように力を尽くしたいと思っております。オリンピックについてもね、我々としてはギリギリのところでありますけれども、もうこの段階では判断をしないと、やはり大きな禍根を残すことになる、いろんな混乱を残すことになる。でそういう点から3点を提起いたしました。ワクチンの問題、それからアスリートにとってのフェアの大会の保障がない問題、日本の医療体制の問題、これ誰が考えても当たり前でしょ。やはりそういう内容としてしっかりぜひ受け止めてほしいなというふうに思います。よろしいですか。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。